はい、皆さんこんにちは、本日もよろしくお願いいたします。今回の修理はこちら iPhone 8 Plus になります。症状はですね、下のボリュームボタンが効かなくなったということで、確認をしていきたいと思います。まずはですね、上のボタンちゃんと効きますね。ここちゃんと上出てますね。一回下まで絞って、はい、マナースイッチこれも効きますね。はい、上は効くんですが、確かに下ボタンを押しても、効かないということになってます。OS が古いのかと思ってですね、 OS のアップデートをすると治るという場合があるので、 OS のアップデートをしました。それから強制リセットもしたんですが、症状改善しないということで、この物理的な接触が悪いんではないかなというふうに今は疑ってます。それを確認していきます。まず簡単にできる方法としてはですね、ほんの少しだけ接点復活スプレーですね、これをこの接点の部分に吹きかけるというか垂らし込んで、しばらく様子を見るというやり方をまずは外からやってみたいと思います。私はですね、綿棒にちょっとだけ接点スプレー復活スプレーを吹きかけて、絞って垂らすというやり方をしています。スポイトとかね、そういったものがあればいいんでしょうけれども、ちょっと今手元にないのでそのやり方でやっていきます。こんな風にね、少しだけ、湿らせて、電源落としても落とさなくてもいいと思うんですけれども、ほんの少しだけ、染み込ませるという感じ。あんまりやるとですね、垂れて中の液晶変色を起こしてしまうので、まずはこれで何回かちょっとだけね、時間を置いてカチカチやってみたいと思います。上は反応するんですが、やはり下側は反応しないということになります。少しちょっと時間を置いてみます。はい、ですね、10分ほど置いてみたんですが、変化がないということで、今度はですね、中のこのコネクタの部分のチェックと、コネクタというかそのボタンの部分の接点のチェックと、それからこのケーブルがつながっているロジックボードにつながっている接点のコネクタですね、このあたりを少しちょっと見ていきたいと思います。早速では分解していきたいと思います。一旦電源を落としてですね、分解のやり方はこの前の iPhone SE 2の動画で、どこにケーブルがあるかというのを、どこに注意して、開けなきゃいけないのかというのを説明していますので、そちらを見ていただければと思います。最初にね、この星型のドライバーでいつものようにこの2本、ネジを外していきます。でこの iPhone はですね、一回液晶開けられてるかどうかというのがわからないので、少し慎重にやっていきます。本来はですね、ドライヤーで温めてというところなんですが、多分普通にですね、このヘラでまずここら辺をですね、空間を作ってあげます。はい、入りましたね。よいしょ、わかりますかね。これ少し隙間ができたんでですね、ここにこういったピックとかスパッチャーとかを入れてですね、少しずつ広げていくということをやっていきます。これは一回上げてないですね。少し接着力が強いと思います。開けてないと思います。ちょっと慎重にやっていかないとですね、表面ガラスを割ってしまうということになります。よいしょ。はい。こちら側は開きました。これ外してですね、こっ
ち側開けていきます。あとはですね、ここの爪を少し外して、よいしょ、あと開けるということになります。はい、来ました。先ほどね、ボリューム下のスイッチはここになりますので、もう一度ですね、ここに少しだけこの接点復活剤を垂らしてみたいと思います。今回開けたんでですね、バッテリーの方端子を外してですね、安全確保したいと思います。まあ、プラスドライバーで4箇所ですね、金属プレートを外してコネクタを外すという作業になります。はい、金属プレートが外れます。よいしょ、はい、じゃあ最初に、バッテリーを外していきます。バッテリーのコネクタはここですので、これ外せば、はい、バッテリーとロジックボードが外れましたので、もうどこをショートさせても、まあ金属分でね、金属のもので触ってもまあちょっと安心ということになります。じゃあこのね、液晶パネルとつながっているケーブル、ここをまず外していきます。はい、今度こっちですね、カメラ、イヤースピーカーの部分のコネクタ外していきます。ここはですね、プラスはこの Y の形の特殊ネジが使われています。これをこれで外していきます。はい、これで外れました。2箇所でしたね、ここ2箇所外せばよかったですね。ここの、私こっちも外しちゃったんですけど、ここは外さなくてよかったので一旦つけておきたいと思います。はい、ではですね、ここに少しだけ接点復活スプレーをちょっとだけね垂らしてみたいと思います。あと、コネクタですね、この、ケーブルでつながってロジックボードにつながってるんですけども、それはですね、後でお見せしますが、確かここだったと思いますので、ここもちょっと後で開けてみたいと思います。まずはここ接点復活スプレーを垂らして、少し時間を置きたいと思います。先ほどのようにですね、少し含ませて、まあ垂らし込むと、 1,2 滴程度ですね、垂らし込むと、ちょっと足りないですね、よいしょ、ああちょっと全体にかかっちゃいましたね。少しですね、カチカチと、はい、
礼を飛ばしてしまいました。はい、少しねこの接点復活プレイが馴染むまで少し、どういう構造になってるかですね、これあの A とのバックパネルなんですけども、まあ、構造的には同じですね。スイッチ類、ボリュームダウンアップマナーモードから電源スイッチ、スリープボタンですね。この辺がですねこのケーブルでつながってます。こういう感じでつながってます。確かあのこの辺のですねこの辺のライトも一緒につながってんじゃなかったかなと、 LED ライトですね思います。こうつながってですねこれがロジックボードとつながっているコネクタ、もしかしたらここの接点の不良というものも考えられるのでですね、こちらの方の、ここを開けてですね少しあの付け直すといったような作業もやってみたいと思います。それではこの金属プレート外していきます。ここはですね普通のプラスドライバー2本で止まっています。はい、外れましたね。金属プレート外れました。はい、ここのコネクターですね、ここのコネクターが、それぞれのボタンスイッチ類からのロジックボードにつながっているコネクタ、これちょっと外してみます。はい、まあまあ簡単にね普通に外れるんですけど、どうですかね、まあ何にもないように見えますけど、一応エアか何かで拭いておきましょうかね。エアダスターですね、一応これで、拭いてみたいと思います。あんまりここは関係ないかもしれないですけどね、まあ、一応疑いがあればやっておきましょうということです。でほんの少しだけねここも接点復活剤ちょっとだけ塗ってみたいと思います。わかりますかね、こっちもねちょっとだけ、はい、これで元に戻したいと思います。はいですね、どうでしょうかね。これで、復活しなかったらこのケーブルをですね買って付け替えるという作業に入ります。じゃあちょっとね、動作確認をしてみたいと思います。元の通りですね、ケーブルつないでバッテリーつないで電源を入れるということをやっていきます。ケーブルつなぎ終わりましたので電源入れて確認していきます。はい、立ち上がりました。さあどうでしょうか。一回ちょっと Wi-Fi 切っときますね。ボリューム下ボタン、ああ効かないですね。上ボタンは効きますね。下ボタンがやはり、あ、閉じちゃいましたけど、効かないようですね。これはここのですね物理的にスイッチが、まあ、接点不良というレベルじゃなくて故障しているのではないかなというふうに思いますので、ケーブルですね、これを手配して、修理を続けていきたいと思います。今回は一旦ここまでとします。次回またパーツが届いたらですね、修理再開したいと思います。本日はありがとうございました。